今日は楽器博物館研修交流センターに来ています。ここはアクトシティの一つの施設として今年4月にオープンしました。こちら側6階建ての建物は研修交流センター、そしてこちら側が楽器博物館です。皆さんはこの楽器博物館と研修交流センターがどんな施設かご存知ですか？知らない？わかんない？どんな人に教えちゃいましょう。皆さん、私も知らないんです。では、早速中に入ってみましょう。どんな施設なのかな？浜松市楽器博物館と研修交流センターのあるアクトシティは、新しい産業や技術、そして音楽、文化の交流が行われる街を目指しています。その一役を担っているのがこの2つの施設なんですね。では楽器博物館からご紹介しましょう。建物の中に入ると、そこは光をふんだんに取り入れたガラス張りのロビーになっています。さて、楽器博物館をご覧いただくにあたり、私一人ではどうも心配なので、一緒にご案内していただく方をご紹介します。学芸員の島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは日本で初めての公立の楽器博物館ということなんですけれども、なぜここ浜松にその楽器博物館ができたんですか？皆さんよくご存知のように、浜松は明治の時代に日本で最初に楽器を作った町ですね。それから100年間経ったわけですけども、その間に楽器を作るだけではなくて、その楽器を演奏したりね、それから演奏を楽しんだりする風土もどんどん育ってきました。21世紀の町づくりの一つとして、浜松市は音楽にあふれた町づくりをしようという計画をしている。その計画の一つとしてこの楽器博物館ができたわけです。それで中には一体どんな楽器があるんですか？はい、世界中の楽器が約850点展示室に展示してあるのは、そのうち日本の楽器とヨーロッパの楽器合わせて650点ぐらいです。650点もですか？そうですよ。楽しい。早速中ご案内していただいていいですか？はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい、まず最初は日本の楽器コーナーです。楽器博物館ってやはり高価な高い楽器がたくさん集まってるんですか？いや、そうじゃないんですよ。この博物館はね、高い楽器を集めるのは目的じゃないんです。普通の人々が普通に使ってた楽器を世界中から全ての種類集めるっていうのが目的なんです。はあ、そうですか。はい、日本の楽器のコーナーに来たんですけれども、外見的には変わりないですよね。そうですね。日本の楽器の特徴はね、生まれた時の姿をそのまま残している、形が変わらないというのが特徴なんです。日本の楽器というのは日本で生まれたものなんですか？実はね、違うんですね。琴とか尺八もね、日本の楽器だから日本で生まれたと思われてるんですけど、実は中国から伝わってきたんです。中国の方から大陸の文化と一緒に渡ってきたってことですね。そうです、はい、そうです。この博物館の特徴として、展示されている楽器の音を聞けるようにモニター装置が設置されています。雅楽の音楽を聴いてみました。当時の宮廷文化が見えてくるようです。日本の楽器コーナーを見て、永遠の伝統文化を感じました。今もなお昔の人の精神が引き継がれ、私たちの心に響き続けています。次はヨーロッパの楽器を見ていきましょう。こちらのコーナーにはどんな楽器が収められているんですか？
ギターとかバイオリンとかの弦楽器ですね。ピアノが発明される前の鍵盤楽器を中心に展示しています。あ、こちらにはとっても珍しい楽器がありますね。そうですね。これは何という楽器なんですか？これはハービーガービーという名前の楽器。初期の頃はね、教会で使ってたんです。ところが14世紀頃にオルガンが教会で使われるようになってくると同時に、この楽器が教会の外に広まっていく。そして形もだん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 小さくなっていって、普通の人々が使うようになった。ところが普通の人々が使ったので、上流階級の人からは身分の卑しい楽器というふうに言われてね、差別された楽器なんですね。このような楽器にも実はその裏にはそのいろんな歴史が隠されているんですね。そうですね。たった一つの楽器にもその時代時代の人々の考え方がずっと重なってくるんですね。その他ご覧のような弦楽器が展示されています。ピアノのミニチュアみたいなんですけれども、これはピアノですか？そうですよ。これはピアノの第1号の復元品です。かなりこの再現にあたってはもう時間も苦労もあったわけですよね。そうですね。何しろ世界で初めての復元制作ですからね。調査を含めて2年以上かかってますね。ピアノという楽器はね、今から300年ぐらい前にイタリア人のバルトロメオ・クリストフォリという人が発明したんです。ということは浜松のこの楽器産業、ピアノの産業っていうのは、このクリストフォリさんがいなかったら考えられなかったわけですよね。そういうことになりますね。クリストフォリがこの世に初めて送り出したピアノはほとんど木でできていました。鍵盤の数が少なく細い弦が使われ、仕組みも簡単なものでした。彼はその生涯に20台ほどのピアノを製作したそうです。ああ、これはまた綺麗ですね。そうですね。すごく豪華ですけど、これはどういうところで使えるんですか？これはね、やはり上流階級、そういう方のお家の中。このハープシコードはね、ハンマーがなくて、その代わりに小さな爪がついててね、その爪で弦を弾くんです。この楽器を元にしてクリストフォリさんは弾くんじゃなくて弦を打つ方法を発明した。これが元なんです。それにしても綺麗ですよね。これだけのものをずっと保管しておくっていうのはかなり大変なことじゃないですか？そうですね。楽器に限りませんけどね、資料を保管するというのは湿度や温度や埃の問題があってね、少しでも具合の悪いところが出てくればすぐに適切な修理をするというのも必要ですね。楽器というより芸術品を見ているようでした。この楽器博物館の楽器はケースに入っているものがなく、大変身近に感じました。これもこの博物館の特徴の一つですね。では次に地下の展示コーナーを見てみましょう。ヨーロッパの楽器というのはどういう特徴があるんですか？それはね、綺麗な音を出すためね。それからその音を出すのが難しくなくって簡単に出る、音を出やすくする、そういうことを目的にね、いろんな人がいろんな工夫をしてきた。だから、楽器の中の仕組みとか、それに伴って外の形もね、どん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 変わってきた。これが特徴です。ところで島さん、地下にもいろんな楽器がありますね。ね、地下にはね、トランペットのような金管楽器ね、それからクラリネットのような木管楽器、それとクリストフォリーのピアノができた後、いろんな人が作ったピアノ、そしてからオルガン、そしてドラムやね、シンバルのような打楽器、
が展示されています。これは変わってますけど、これなんていう楽器ですか？これはね、低音低い音をね担当するホルンの仲間なんです。ラッパの仲間なんですけどね、名前はね、磯部さんだったらなんてつけるかな。ラッパですよね、ヘビラッパと名付けましょう。正解正解本当そうですか？フランス語でねセルパンって言うんですけどね、セルパン、フランス語でヘビっていう意味なんです。見たままの形がそのまま名前になっちゃった。へー、本当に形も色も変わってますもんね。そうですね。実際にこの楽器はどういうところで使われてたんですか？できた頃はね、教会で使ってたんです。ところがその後ね、オーケストラで使ったり、また軍隊で使われたこともあります。軍隊ですか？音はどんな音がするのかちょっと聞いてみていいですか？本当、荒々しくて力強いとかするんですね。それでね、その荒々しい音っていうのがね、嫌われたからね、荒々しくないように工夫していくんですよね。だからもう今じゃあこの楽器は使っていない、こういう風になっていくわけ。いろいろな時代のいろいろな国のいろいろな楽器を見てきましたが、楽器博物館の展示には工夫が施されています。楽器は地域別に発音原理、つまり音の出る仕組みによって分類してあるため、時代や構造、形、用途など大変わかりやすくなっているんですね。まだまだ多くの珍しい楽器、貴重な楽器が展示されています。大切なコーナーがここにあるんです。目の前のコーナーなんですけどね、はい、ここに並んでいるのは日本で作ったヨーロッパの楽器です。明治時代になってから日本はヨーロッパからいろんな文化を取り入れましたね。その中の一つに楽器もあるわけです。明治30年代あるいは40年代にね、この浜松でね、ピアノとかオルガンとかができていくわけでしょ。ここはその日本のヨーロッパの楽器の歴史のコーナーです。ということはここを見ていると、日本そして浜松の洋楽産業の歴史がわかるわけですね。見たり聞いたりするのもいいけど、楽器はやっぱり弾かなくちゃという人には自由に演奏できる体験コーナーがあるんです。ここはね、日本の楽器とか、ここにはアジアやアフリカの楽器が設置されています。私はやっぱり大和なでしこらしく琴にチャレンジしました。演奏の仕方は志麻さんに教えていただきました。実際演奏してみて、その時代の様子や演奏者の気持ちが少なからず分かったような気がします。浜松市楽器博物館は楽器だけの収集にとどまらず、楽譜や参考書なども世界各地から集めて、それらの調査研究も行っています。その成果は図書、ビデオなどで皆さんにご覧いただけるようになっています。そして公立博物館の大きな役割の一つに、教育、普及の各種活動があります。子どもたちが楽器を自分の手で制作し、自分で演奏する体験学習を行っています。この日はサンザというアフリカの楽器を作っていました。また海外から著名な演奏家を招いて、その楽器の特徴や構造、歴史、演奏方法などを紹介したり、一流の演奏を聴いたりすることができるレクチャーコンサートを開催しています。高度なテクニックを要する曲を作曲しておりまして、そしてバロックには、オーケストラの中で盛んにリコーダーが使われました。
このように市民の方に楽器についてより理解を深めてもらおうと、国際交流も含めた活動を積極的に行っています。本当に今日はいろいろな楽器を見せていただいてありがとうございました。どういたしまして。こちらの楽器博物館の今後の活動予定というのは何かありますか？はい、たくさんありますけどね、一番大切なことは何といっても楽器をもっとたくさん集めて、そしてそれを展示することです。具体的にはどんな国の楽器を集めていくおつもりですか？今はね、ヨーロッパと日本の楽器しか展示していませんでしたね。ですから日本とヨーロッパの間にあるアジア大陸の、それからあとアフリカ、そしてオーストラリアの方、オセアニア、それから北アメリカと南アメリカ、こういう地域の楽器を集めていきます。そうです、今の知らない楽器がいろんな世界中で眠ってるわけですね。そうです。あとこちらの楽器博物館の最終的な目的っていうのは何かありますか？楽器を見ればデザインとか色とか形、それから音の出る仕組みっていうのがまず目に入りますね。でさらにはね、その楽器をいつ誰が考え出して、どういう目的で、どんな場面で、どんな曲を、どんな音色で、どんな格好で弾いたかっていうのがいろいろと疑問が湧いてきますね。それをですね、できるだけたくさん私たちはメッセージを送ってね、そして人間を理解していく、人間を知っていただく、そういうのが目的なんですよ。でもそれは素晴らしいことですね。楽器っていうのものは弾くだけではなくて、その楽器によって世界を知って人間を知っていけたら、こんなに素晴らしいことはないですね。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして研修交流センターをご紹介しましょう。こちらは研修交流センターの1階です。ここは産業情報室といって、産業技術の交流拠点として情報の提供が活発に行われているんです。とっても広々としたスペースですよね。今日の日本の社会経済情勢の中、企業がより発展していくためには情報の収集が大切な要素になっています。ここ産業情報室ではそのような情報を受けたり提供したりしています。ではその施設をご紹介しましょう。まずこの産業情報室の目的を伺いました。アクトそのものがですね、まあ、産業と文化の調和ということをですね、歌っておりますので、まあ、それを達成するがためにですね、まあ、身近に産業も皆さんにも接していただきたいし、まあ、産業界の方もですね、まあ、文化とともにですね、この施設を気楽に利用していただくと、そういった形で、まあ、大きくなっていければなと思うんですけどね。産業情報室では、産業活動に必要な人事、製品、企業、マーケット、海外、新聞、ビジネス、そして特許など、さまざまな情報をオンラインで結び、東京や大阪に行かなくても簡単に、しかも短時間でそのデータベースを引き出すことができるようになっています。したがって、企業が独自にコンピューターシステムを持つ必要がないんですね。その他、事典類をはじめ、人物、財務、法律、判例などの CD ロムも用意されています。またデータベースからパソコンで必要な情報を探し出し提供する職業、いわゆるサーチャーの育成をする養成講座も定期的に行っているんです。こちらは相談カウンター。ここではこの情報室の使い方や資料の見方、また利用者が自分の求める情報にたどり着けるよう手助けをしてくれるところです。私も実際に特許広報の情報を引き出してみました。リスクはこちらの電子閲覧室で検索することができます。操作の仕方がわからない場合は職員の方が丁寧に教えてくれますので、コンピューターを触ったことのない方でも安心ですね。
また特許、経営、産業、企画関係を中心にした図書を取り揃え、それを図書閲覧室で見ることができます。そしてこちらの交流サロンは落ち着いた雰囲気の中、利用者同士の情報交換の場として活用されています。では続いて2階から6階までの施設をご紹介しましょう。研修交流センターの2階に来ています。このフロアには大小さまざまな音楽セミナー室があります。それでは21音楽セミナー室に入ってみたいと思います。ここは小ホールとして音響設備も整っているため、先ほどの楽器博物館が主催するレクチャーコンサートや講演、講習会など多目的に利用されています。その他このフロアには防音、遮音に優れた6つのセミナー室が用意されています。バンドの練習に最適ですね。こちら3階にも8つの音楽セミナー室があります。こちら31音楽セミナー室ではさだなみコーラスというグループが練習してますね。ちょっと中を覗いてみましょう。こちらでは主婦の方やサラリーマンの方などが集まってコーラスの練習をしていました。この部屋にはピアノが常設してあり、このようにコーラスをはじめピアノやアンサンブルなどの練習に利用されています。4階、5階、6階には大小さまざまな規模に対応する会議室や研修交流室があります。これらの施設は企業の研修会や勉強会、または講演などさまざまな用途に利用されています。こちら6階の62研修交流室には音響、映像設備も充実した機器が設置され、100インチプロジェクターの利用も可能となっています。では利用者の方にお話を聞きました。こちらのかなり安いということで、何回も利用させていただきます。私どもの講義っていうのは本当に時間が意外と伸びることが多くて、いつも9時で切られると困りますので、ここは10時まで使えるということで、本当にその辺でも助かっております。私どもの会社がクトタワーの中に入っておりますので、そこからとても近いですし、この建物はまだできたばかりですので、とても綺麗で清潔で、施設の方も整っておりまして、研修にはとてもいい場所です。音響がとてもいいんですね。で、私たち自分が上手になったような気になります。それからグランドピアノが設置してありますので、とても使いやすいです。研修交流センターはいつでも気軽に誰にでも利用できる施設なんですね。いかがでしたか？今回この施設を訪ねてみて感じたことは、人や物、情報の交流を行うことによって産業を育て、文化を育て、社会を育て、そして浜松市民の感性を育てているんだなと感じました。ぜひ皆さんも一度来てみてはいかがですか？それではクリストフォインのピアノの音色を聞きながらお別れしましょう。